様こんにちは、本日もよろしくお願いいたします。今日は冒頭にですね、Facebook 等に書いてですね、多くの方に広げていただいている数字をですねご紹介したいというふうに思います。こちらに、画面を出してあるんですけど、これは何の表かと言いますとですね、荒川区の国民健康保険における滞納状況というのをですね、3月1日の国本営協議会というですね、国民健康保険をそれぞれの地元で地域で、運営するにあたっていろんな意見を聞く諮問機関があるんですけど、そこに私も委員として議員の枠で入ってましてですね、そこで、数字を出してくれと言って出てきたものがこれなんですけど、国民健康保険といっても今まで、よくお話ししてきたように外国人も入れる仕組みになっています。この画面に出ている通り、滞在資格3ヶ月超で外国人も国保に加入できるようになってですね、その結果加入者も増えて、荒川区は特に人口の 9% が外国の人ですので、その中でも外国人というのはですね、社会保険よりも国民健康保険に入る人が多いんでですね、国民健康保険、国保と略しますけど、国保の中に占める外国人割はさらに多くてですね、この加入者数のところで、見ていただければ分かるように、全体では 54,112人のうちですね、日本人が 43,941、 外国人が 10,171 ということで、18% ぐらいですかね、加入者のうちの割合が。で、こういう数字なんですけど、じゃあ、日本人と外国人でですね、滞納している人っていうのはどれぐらいいるのかと、人数ベースで比較をすると、日本人はですね、滞納人数というのは全体の 18.36% なんですね。これがですね、この数自体も多くて大変残念だなというふうに思うわけですけど、その隣の外国人というのを見るとですね、滞納している人 63.45% ということでですね、ちゃんと払ってる人の方が少ないと、きちんと払ってる人は 36% 程度しかいないという数字が出ていてですね、大変有識数字であります。で、この数字の先に何があるかというとですね、滞納して払わないと、じゃあ それで国民健康保険というのはどうなるかというとですね、まずこの滞納している人が医療機関に行って、それを使えるはずのサービスがですね、滞納者だからといってストップされるかというと、実はそんなことは長期間ないんですね。国民健康保険証というのは2年間有効です。で、もらってから最長で2年間はですね、保険料を払っていようがいまいが、医療にかかるお医者さんにとってはですね、保険証を持ってこられるとその区別が全くできないんでですね、それを持ってこられたら3割負担で医療を受けられると。ですから2年間は1円も払わなくても普通に3割負担が適用されると。じゃあその健康保険証の切り替えになってですね、毎年9月30日がですね、締めですんで、2年ごとの9月30日が締めになってますんで、そこで、切れたらですね、3割負担で受けられなくなるかというと、そうじゃないんですね。今度は払っていないとですね、ある程度の期間払ってないと2年間の健康保険証はもらえないんですけど、更新でですね、短期証といいまして、半年間は3割負担で使える健康保険証がもらえるんですね。で、これがあると半年間は3割負担で使えると、1円も払ってなくても、つまり最長で言うと最初の2年間とその後の短期証、短い期間だけ使える証、保険証ですね、の半年を合わせて2年半はですね、ビタ1も払わなくてもですね、国民健康保険の3割の負担でこの利用ができると。で、利用ができるということと、一方で、じゃあ
この国民健康保険料というのは払わなければですね、厳しい追跡をされて、追徴されるのかというと、そうしたケースは極めて、稀であってですね、日本人に対してもそういうのは少ないし、ましてや外国人はですね、母国に帰ってしまうと全く回収はできないというのが現状で、あります。言葉の壁、国境の壁ですね、あと実際に回収に行ったり手続きをするのにかかる莫大なコストを考えると、外国にいる人に対して追徴の徴収をするというのは実際無理でやっていないという状況です。逃げ得と、使いたい放題で逃げ得というのがですねあるわけですね。そういう属性の人たちを国民とついている、あらか国民健康保険の中に入れているというのはですね、まさに間違いであって、是正をすべきというのを、この荒川区の3月1日に出したですね、この数字を見ても、もう明らかだということを、まず申し上げたいと思います。で、もう一つ数字をですね、数字というか、改めてなんですけど、現実をですね、改めてここに示したいというふうに思います。これもですね、Facebook に書いて、多くの方に、シェアをしていただいているものなんですけど、そういう外国人がですね、3ヶ月超で加入できるようにしたのはですね、民主党政権じゃないかと、民主党けしからんと、自民党はその民主党の誤りを正してですね、変えるべきだ、そういう制度を変えるべきだという人がいるんですけど、自民党を応援したい気持ちは分かるんですが、残念ながらそれは事実の誤認であってですね、こうした3ヶ月超で加入できるようにしたのは民主党ではなくて自民党であります。麻生内閣が、麻生内閣の時にですね、国会で法案が可決をされたということであります。自民党を公明党で、過半数を占めている時にですね、でそういう法律の改悪をしたのが自民党政権であって、具体的には住基台帳の法律ですね、外国人登録という制度をなくして、外国人を日本人と同じ住基台帳に入れるという制度にしました。でその住基台帳にどういう外国人を入れるかというと、3ヶ月を超える滞在資格があれば住基台帳に入れるというふうに決めました。それは麻生内閣の時です。でそういうふうに決めたということと、一方で国民健康保険に入る人はどういう人かというのが決まっている法律も別途あるんですね。でその法律で、誰が入るかというと、住基台帳に載っている人で、かつ社会保険、会社とかでやっている社会保険に入っていない人が国民健康保険に入ります。日本人であろうが外国人であろうが関係なく入りますという法律になってます。そういう法律になってるので、住基台帳に滞在資格3ヶ月超の外国人を入れるようにすると、すなわち国民健康保険にそういう人たちが入ってくるというのが、この2つの法律が重なるとですね、そういう結果になるんですね。そういうふうに決めたのが自民党政権です。で、決めたんですけど、もうすぐにやるとですね、大きな変更ですんで、周知と準備の期間というのを見越して3年後にこれを実施すると決めていました。で、その3年後というのがですね、ちょうど民主党の政権になっていた時でありまして、民主党は外国人に優しい政党ですから、そういうふうに決まっていることをですね、否定したり、やめさせるということはもちろんせずに、そういうふうに決まっているのは粛々と進めたと。で、粛々と進める中で、小宮山労働大臣、厚労大臣ですね、左がかった大臣ですけど、の下で、政令というものが出されました。その省庁が出す政令ですね。で、具体的にいろいろ決めたものを出したんですけど、それをもってして、いや民主党がこういうふうに決めてやったんだっていうふうに言ってる人もいるんですけど、それはですね、法律が施行されるもう直近の段階になると細かいことを決めて出すのはですね、どの政権でもやることであって、この流れで言うと、自民党がその時に政権を持っていても、
まあ、同じような細かいことを決める政令を出していて、かつそれは3年前に決めた自民党の方針に特段変えたことなくですね、その流れに沿って決めたものでありました。ですから民主党が勝手にやったというのはですね、誤りであるということで、あります。でこの段の2つ目に書いてあるのがですね、国籍にかかわらず保険証を手に入れたら云々というのは、私が先ほどお話をしたことですね、2年半3割負担で、外国人が3を使えると、で母国に帰ったら回収できませんよと、こういうことで、下の方ちょっと字が重なって見にくくなってますが、自民党政権はなぜそういう改悪をしたかというのは、今来月からですね、もうあと半月ほどしたら始まる法律の施行ですね、移民を増大させる法律が4月から施行されます。そうしたことを、自民党政権が時間をかけて環境を整備して、国民健康保険に外国人も入れてですね、移民をどんどん入れられる環境を作るという前提でこういうことをやったというふうに理解をするのがですね、一番妥当な理解であろうというふうに私は思っています。ですからそういう一連の流れがあって国民健康保険がこういう状況になっているという理解をですね、ぜひ皆様にはしていただいてですね、民主党が勝手にやったんだから自民党が政権にあればこれは変えられるんだというのは残念ながら幻想であってですね、自民党が今こういうのを進めているという現実を受け入れて、その上でどう政治に対してですね、言うべきことを言っていかなきゃいけないのかというのを考えなきゃいけないんだというふうに私は思う次第で、あります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて、すべてご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。